まあ特に車のところに関して言うと、まあ、完全に違うかなって思いましたね。はい、どうもこんにちは、しどりどりです。今日はですね、はい、こちらね、新玉川温泉というところに来ておりますということでね、昨日泊まった温泉は玉川温泉ということで、こちら新ということでね、ちょっとまだね、中入ってないんですが、おそらく、まあ、新館旧館みたいな、そういう扱いでしょうというところです。で、今日ね、分かったこと、これ大きな違いですね。駐車場はですね、なんと、旅館の目の前にある、ここを使用できるってことなんですよ。で、どうも店員さんが言うには、ここがね、満車になるまでは使えるって言ってましたね。で、それで、この駐車場から見て上のここの丘に車が何台か止まってますよね。普通の玉川温泉の方で、車で来るとね、こっちの方に誘導されるんですよ。だから僕はね、昨日ね、ここのね、上にある道路沿いに車を止めてたって、そういう形なんですね。で、まあ一応送迎はついてるんですけど、やっぱり片道10分、5分10分かかって、それの往復、まあ非常にロスがあったという感じですね。なので、新玉川温泉と玉川温泉ね、一泊あたりの値段ってね、まあ、1000円、2000円とか、多分そのぐらい差額があったような気がするんですが、まあ、いろんな利便性、まあ、特に車のところに関して言うと、まあ、完全に違うかなって思いましたね。あとはちょっと中身はね、これから入ってみて、まあ、どんなお部屋かとかね、その辺をね、見ていただければよろしいんではないかなと思います。じゃあ、それでは行ってみよう。いよいよ夕飯です。